収穫期の面操作型電子顕微鏡で見た、木綿繊維木綿。木綿は、綿の種子から取れる繊維。コットンとも。綿自体のことを木綿と呼ぶこともあるが、ここでは、繊維としての木綿について述べる。綿とは、青い河綿族の多年草の総称で、木綿は、種子の周りについている。繊維としては伸びにくく丈夫であり、吸湿性があって肌触りも良い。このため、現代では、 下着などによく使われるが、縮みやすいという欠点もある。主成分はセルロース。単に綿、綿とも言う。摘み取った状態までのものが、綿、種子を取り除いた後の状態のものが綿だが、区別しないことも多い。ただし、綿と書いて、綿と読むのは、本来は、会場の繊維全般を指す語である。布団や座布団の中身を、繊維の種類を問わず、綿と呼ぶが、これは、 その本来の用法である。古くは中でも真綿を意味することが多かった。綿の種子は硬い果ての中にあり成熟するにつれ、はじけて綿化が現れる。果ての内部は隔壁によって数室に分かれ、各室に数個の種子があり、それに綿毛が密生している。この綿毛は外皮細胞が変形したもので、綿の種類によって長短に分かれる。生の綿毛、つまり生きた、 表皮細胞性の単細胞突起の時期においては、細胞壁でできた長い管の中に水を入れたようなもので、熟するにつれて細胞が死滅し、内部の水分が枯れて、細胞本体の入っていた部分は中空になる。さらに繰り渡すれば、管内の水分は全く乾燥して、この過程で減少しつつある細胞の水分の凝集力によって空洞に強く陰圧が働き、 さらに細胞壁内のセルロースミクロチュブールの走行方向の影響もあって、綿毛が自然によじれる。面を顕微鏡で観察した際に見られるよじれは、このようにできる。面下は開花後、成熟した果てが壊裂し、綿毛に覆われた種子が出てくる。綿毛には長く伸びた繊維と短い地毛がある。栗綿木で実面から分離された、長繊維よりんと、または栗綿と呼び、 ついで、ジゲ除去器を用いて分離した、ジゲ主体の単繊維をリンター、または、ソークズメ面と呼ぶ。リントは、防易紙、面紙、紐、面織物製品や装飾品、または不織布あるいはそのままの形で、医療、衛生用品、縫いぐるみ等の重点物として広く使用される。リンターは、繊維が短く防易原料とはならないが、リンターパルプ、レイヨン、 セルロース誘導体調整の原料として重要である。コットンピッカーによる収穫風景面下の栽培には、構想のない長い季節と6 0 0、mm、トルから1 2 0 0ト、mm、ル程度の降水量が必要とされる。この条件を満たすのは、熱帯から亜熱帯にかけての湿潤、半乾燥地帯であるが、現在では灌溉の発達により、 ウズベキスタンなどより、降水量の少ない地域でも大規模な綿花栽培が行われるようになってきている。生産された綿花は、コットンピッカーなどの収穫機械により収穫されるが、アフリカなどの開発途上国では手積みによって収穫されている。収穫された綿花は長方形、または円筒形のモジュールと呼ばれる形に固められる。モジュールを作成する専用の機器モジュールビルダーが、 存在するほか、ジョンディアやケース i h の現行機種は収穫とモジュール作成を同時に行えるようになっている。14世紀にジョンマン・デビルが描いた綿のソー図・フーズ・アンド・ニュートリジョニエンサイクロペディアによれば、現在までに見つかっている木綿栽培の最古の証拠はメキシコにあり、約8000年前に遡る。その種類はアメリカ栽培綿、ゴシピアム・ハーストムで、 現在世界で栽培されている木綿の89.9%がこの種である。野生の木綿の種はメキシコで最も多様であり、それにオーストラリアとアフリカがついでいる。旧世界で最も古い木綿栽培の痕跡は約7000年前のもので、インドは大陸の北西の広大な領域で発達したインダス文明の住民によるものである。インダス川流域の木綿産業はかなり発展し、 そこで生まれた宝石や旗織りの技法はインドで、比較的最近まで使われ続けていた。西暦が始まる以前に、木綿の布はインドから地中海、さらにその先へと広まっていた。ギリシャ人は、アレクサンドロス3世の頃まで木綿を知らず、ほぼ同時代のメガステネスが、インド史の中で、セレウコス1世に、羊毛が生える木があると教えている。コロンビア百科事典第六版によれば、 紀元1世紀にアラブ人商人がモスリンやキャラコをイタリアやスペインにもたらした。ムーア人がスペインにモメン栽培法をもたらしたのは9世紀のことである。ファスチャンオリア・ディミティオリは14世紀にベネツィアやミラノでおられていたが、当初は縦糸にリンネルを使っていた。イングランドに15世紀以前に輸入されたモメンフはごくわずかだが、その一部はろうそくの芯に使われた。 17世紀には、イギリス東インド会社がインドから珍しい、綿織物をもたらした。アメリカ先住民は木綿を紡いで、衣服や染色したタペストリーを作っていた。ペルーでは、インカ帝国以前の墓から、木綿の布が見つかっている。染色や織り方の面で、ペルーやメキシコの綿織物は古代エジプトの墓から、見つかったものとよく似ている。イランでの木綿の歴史は、 アケメネス朝まで遡る。しかし、イスラム化する以前のイランでの木綿栽培に関する文献は非常に少ない。13世紀のマルコ・ポーロはペルシャの主要産品として木綿も挙げている。17世紀フランスの旅行家、ジョン・カルダンはサハビー町を訪れ、その広大な綿花農場を紹介している。ペルーでは、モチェ文化やナスカ文化といった海岸に沿った文化の 発達の基盤として、ゴシピアムバーバイデンスという綿多族の原生種の栽培があった。綿花を川の上流で栽培し、それを使って漁網を作り、海岸の漁村との交易に使った。スペイン人が16世紀初めにメキシコに到達した時、原住民は綿花を栽培し、綿織物の衣服を着ていた。中国への伝来は番頭とも北宋とも言われている。 朝鮮半島へは1364年に文献祈が国金を犯して元から伝えたという記録が残されている。バロメッツ中世末期には木綿が貿易によって北ヨーロッパにもたらされたが、それが植物性だということ以外詳しい製法は伝わらなかった。ウールに似ていることから北ヨーロッパの人々は羊のなる植物があるのだろうと想像した。1350年。 ジョンマンデビルは今となっては奇妙な話だが、枝先に小さな子羊がなる、素晴らしい木が生えている。枝はとてもしなやかで、子羊が空腹になると、枝がかがんで草をはむことができると書き記した。この考え方は、ヨーロッパ各地の言語での木綿の故障に痕跡を残している。例えば、ドイツ語では木綿をバームウォールと呼ぶがこれは、木のウールの意である。16世紀末までに、 面下はアジアを及びアメリカ州の暖かい地方全域で栽培されるようになった。18世紀から19世紀初めにかけてイギリス領インド帝国が確立することでインドの面織物産業は徐々に衰退していった。これはイギリス東インド会社の植民地運営方針によるものである。インドは原面だけを供給することを強制され、 イギリスで製造した織物を購入することを強制された。16世紀以降、交易を通じてインド産などの綿が主にイギリスにもたらされ、18世紀頃にはイギリスの羊毛業を脅かすまでになった。1780年代になると自動防疾機や蒸気機関が相次いで実用化され、イギリスは麺輸入国から一気に世界最大の輸出国に転換した。 この面産業の発展を主軸にした産業構造の変革は産業革命とも言われる。1738年、バーミンガムのルイス・ポールとジョン・ワイアットが2つの異なる速度で回転するローラーを使った宝石機を発明し特許を取得した。1764年のジェニー宝石機と1769年のリチャード・アークライトによる宝石機の発明により、 イギリスでは、麺織物の生産効率が劇的に向上した。18世紀後半には、マンチェスターで麺織物工場が多数稼働し、輸出拠点にもなったため、コットンポリスの異名で呼ばれるようになった。イギリスとアメリカ合衆国の麺織物生産量は、1793年にアメリカ人のイーライ・ホイットニーが綿栗機を発明したことで、さらに増加した。 テクノロジーの進歩と世界市場への影響力が増大したことから植民地のプランテーションから減免を購入し、それをランカシャーの工場で織物に加工し、製品をアフリカやインドや中国といった植民地市場で売りさばくというサイクルを構築した。1840年代になるとインドの木綿繊維の供給量だけでは追いつかなくなり、 同時に、インドからイギリスまでの運搬に時間とコストがかかることも問題となってきた。その頃、アメリカで優れた綿族の種が生まれたことも手伝って、イギリスはアメリカ合衆国と西インド諸島のプランテーションから木綿を買い付けるようになっていく。19世紀中頃までに、綿花生産はアメリカ合衆国南部の経済基盤となり、キングコットンと呼ばれるようになった。 綿花栽培作業は奴隷の主要な仕事となった。南北戦争が勃発すると北軍が南部の港を封鎖したため綿花輸出が激減した。これは連合国側が意図的に輸出を減らしたという側面もあり、それによって主要輸出先であるイギリスに連合国を承認させ、あわよくば戦争に介入してもらおうと考えた結果だった。その後イギリスとフランスは エジプトの木綿に目をつけた。イギリスとフランスはエジプトのプランテーションに多額の投資をし、エジプト政府のイスマーイール・パシャはヨーロッパの銀行などから多額の融資を獲得した。1865年に南北戦争が終わると、イギリスやフランスはエジプトの木綿から再び安価なアメリカの木綿に戻り、エジプトは赤字が膨らみ1876年に国家破産に陥った。 これはエジプトが1882年にイギリス帝国の事実上の保護国となる原因となった。収穫の様子この間、イギリス帝国ではアメリカ南部から入ってこなくなった綿花を補うため、特にインドからの綿花輸出を推進した。関税や他の制限を加えることで、イギリス政府はインドでの綿織物生産を抑制し、減綿をイギリス本国に輸出するように仕向けた。 マハトマガンディはこの過程を次のように説明している。インドの労働者が1日7セントの賃金で積んだ綿花をイギリス人が独占的に購入する。この減綿はイギリスの船に積み込まれ、インド洋、航海、地中海、ジブラルタル海峡、ビスケー湾、大西洋を経由する3週間の航海を経てイギリスに運ばれる。この貨物輸送で綿花の値段は少なくとも、 倍になる。木綿は、乱ャーで綿織物になる。工場労働者には、インドのペニーではなく、シリングが支払われる。イギリスの労働者は、賃金が高いだけでなく、織物工場を建設したり、機械を納入するといった、経済効果の派生がある。これらの賃金や利益はすべて、イギリス国内でのものである。最終製品は再び、イギリスからインドへ船で運ばれる。 この時に賃金を得る船長や船員もイギリス人である。この時利益を得る数少ないインド人は下働きのインド王人水夫で戦場の汚れ仕事を一日数セントで担っている。この面織物を買うのはインドの王族や地主で、その金は貧しい小作能を一日7セントで働かせて得たものである。南北戦争の勃発によるアメリカ産面下の輸入減少は ロシアにも影響を与えた。当時のロシアは、宝石や織物といった、木綿工業の成長が著しく、綿花の供給不足は大きな問題となった。イギリスがエジプトからの輸入に切り替えた一方で、ロシアは国内で生産する道を模索し、その産地として併合して間もない中央アジアのトルキスタンに着目した。南北戦争後にはアメリカからの綿花輸入も、 復活したものの、1880年代以降は、アメリカから導入した綿の品種改良や、考外農法によって、国内生産量を増やし、1915年には、ロシアが必要とする綿花の7割近くをトルキスタンが供給するまでに成長した。一方、綿花栽培の中心地となったフェルガナ盆地では、人手や資金を必要とする。 綿花栽培が急激に拡大したことによる農民の経済的困窮や綿花への転作によって地域的な基金が発生するなどの社会不安も生じた。中央アジアでの綿花栽培はソ連時代にも拡大を続けソ連から独立したウズベキスタンは21世紀現在も世界有数の綿花生産国となっている。アメリカ合衆国では南部の綿花生産が 北部の開発の資金源となった。アフリカ系アメリカ人奴隷による綿花生産は南部を豊かにしただけでなく、北部にも富をもたらした。南部の木綿の多くは、北部の港を経由して輸出された。1865年の南北戦争終結と奴隷解放宣言の後も、南部の経済基盤は綿花生産だった。南部では、おざ実りが増え、解放された。 黒人農夫と土地を持たない白人農夫が裕福な白人地主の所有する綿花プランテーションで働いた。綿花プランテーションでは綿花を手で摘む必要があり多数の労働力を必要とした。収穫用機械が本格的に導入されるのは1950年代になってからである。20世紀初頭になると徐々に機械が労働者を置き換え始め南部の労働力は 第一次世界大戦と第二次世界大戦の間に前言した。今も木綿はアメリカ合衆国南部の主要輸出品であり、木綿生産量の大部分はアメリカ栽培種が占めている。1901年、ペルーでメンタチガレ病、より正確にはフザリウムタチガレ病が流行し、綿化生産が打撃を受けた。ペルー中に蔓延したこの病害は菌が 根から入り込み、完全に枯らしてしまうものだった。ペルー在住のプエルトリコ出身の農家フェアミン、タングウィスは、この病害に強い綿属の種を求めて、発芽実験を繰り返した。10年間の試行錯誤を経た1911年、タングウィスはこの病害に強い綿属の種を開発した。それまでより40%も長く太い繊維ができ、水が少なくても育つ優秀な種である。 タンギスメンと呼ばれるこの種は、今ではペルーのメンカ生産量の75%を占めている。日本へは799年三河国と言われるが、日本語記には三河国としか書いてないに漂着した、コンロン人によってもたらされ栽培が開始されたが、1年で途切れたという。このコンロン人は各地を回り、栽培法を伝えたとされている。主にこの後、麺は、 民や朝鮮からの輸入に頼ることになり、ゆえに長い間高級品であった。その後、連続して栽培され、一般的になるのは16世紀以降とされる。戦国時代後期からは全国的に綿布の使用が普及し、ミカーなどで綿花の栽培も始まり、江戸時代に入ると急速に栽培が拡大。各地に綿花の大生産地帯が形成され、特に 機内の大阪近郊などにおいて生産が盛んになった。木綿問屋も形成され、綿花産業は大きくなり、綿を染める染料の藍や、綿花栽培に欠かせない肥料となる星花や、二芯カス製造などの関連産業も盛んとなった。明治以降、政策により、綿布の生産が強化されたこともあり、1930年代には、綿布の輸出量が世界一となった。ただし、 両税廃止運動などを通じて安い原料が日本に入るようになり、日本の綿花栽培は衰退する。第二次世界大戦時は、綿布の輸出は停止したが、戦後復活し、再び世界一になった。ただしその後は安価なアジア産の綿布に押され、生産量は減少している。個人やグループ単位での生産はあるが、統計上の国内自給率は0%となっている。 和面生産の復活や国内でのオーガニックコットン栽培という価値を生かし、宝石、染色、タオルなどのコットンを使う第二次産業企業自らその地場などでの栽培を団体化した全国コットンサミットがある。また、NPO 法人、渡瀬エコビレッジなどを利用し、各団体による手芸の糸紡ぎやエコ活動と連動した栽培。 東北地方太平洋沖地震の津波による沿岸工作地などで東北の民間による農業復興事業としてアパレルなどが発起人となった企業複合体の東北コットンプロジェクトの栽培などがある。人造繊維は1890年代にフランスで開発されたレイオンから始まった。レイオンは天然セルロースからできているので合成繊維ではないが、 製造工程は複雑化しており、天然繊維より安価だった。その後、合成繊維が次々と開発され、産業化されていった。アセテート繊維は1924年に開発された。石油化学による最初の合成繊維はデュポンが1936年に開発したナイロンである。その後1944年には同じデュポンがアクリル繊維を開発した。 これらの合成繊維は女性用靴下などに使われたが、モメント合成繊維が本格的に競合するようになったのは1950年代になってポリエステルが出回るようになってからのことである。1960年代にはポリエステルを使った衣類が急激に広まり、木綿輸出に依存していたニカラグアで経済危機が発生し、安い合成繊維と競合することで、ニカラグアでは 木綿生産額が1950年から1965年の間に10分の1に低下した。木綿生産量は1970年代に回復し始め、1990年代初めには1960年代以前のレベルに戻った。木綿は様々な織物製品に使われている。吸水性の高いタオルやローブなどのタオル値、ジーンズのデニム、 青い作業服などに使われるカンブリック、コーデュロイ、シアーサッカー、木綿綾や織などがある。靴下、下着、T シャツの多くは木綿製である。ベッド用シーツも木綿製が多い。木綿はかぎ針編みやメリアス用の糸にも使われることがある。木綿にレイヨンやポリエステルなどの合成繊維を加えて布を織ることもある。織物以外にも魚網、コーヒーのフィルター、 テント、火薬、綿紙、製本用材料などに使われている。中国で最初に作られた紙は木綿繊維を使っていた。消化用ホースも木綿で作られていたことがある。木綿繊維を採取して残った綿の種は、綿実油の原料となり、食用に供される。種から油を絞って残ったものを、綿実カすと呼び、反数する家畜の飼料となる。 面実カスに残存しているゴシポールは単位の動物には毒性がある。木綿の種のからは乳牛に繊維質として与えることがある。アメリカの奴隷制時代には綿の根の皮を脱体薬として利用する民間療法があった。綿の種から長い繊維を採取するとコットンリンダーと呼ばれる短く細い繊維が残る。一般に3ミリメートル未満の繊維であり、 畑織りの際に残った繊維くずもコットンリンターと呼ぶことがある。コットンリンターは紙やセルロースの製造に使われてきた。イギリスではこれをコットンウールとも呼ぶが、コットンリンターに加工を施し、療や化粧などに使う、脱脂綿の意味にも使う。本柱のような布を織るために加工を施した木綿繊維をシャイニーコットンと呼ぶ。これは光沢が強いのが特徴だが、吸水性がなく、 タオルなどには向かない。エジプト麺は、エジプトで栽培した特に長毛の木綿で、高級ブランドによく使われている。さらに丈夫で柔らかい、ピーマ麺は、アメリカ合衆国南部で栽培されているが、南北戦争の際に、ヨーロッパでピーマ麺を入手できなくなり、その代替として、エジプト麺が使われるようになった経緯がある。世界の木綿生産2009年現在の、 主な木綿生産国は中国とインドである。ただし、国内の繊維産業でほとんどを消費している。木綿の主な輸出国はアメリカ合衆国とアフリカ諸国である。木綿の貿易総額は推定で120億ドルである。アフリカの木綿輸出額は1980年から倍増している。木綿輸出国は国内の繊維産業の規模が小さい。 繊維産業の中心は中国やインドなどの東、アジアや南アジアである。アフリカでは綿花栽培はオザク実りが中心である。テネシー州メンフィスを本拠地とするデュナバントエンタープライゼスがアフリカの木綿仲街の採用手で数百人の買い付け代理人を要している。ウガンダ、モザンビーク、ザンビアで綿栗工場を運営している。ザンビアでは 18万人の大作実に種や経費のための資金を貸し付け、栽培方法のアドバイスを提供している。カーギルもアフリカでの木綿買い付けを行っている。アメリカでは2万5千の木綿農家が毎年20億ドルの補助金を受け取っている。この補助金によってアフリカの綿花生産農家は価格競争を強いられ、生産と輸出を妨げられている。 ただし、ルナバントが活動しているのは、旧イギリス植民地とモザンビークだけであり、旧フランス植民地では依然として、植民地時代から受け継がれた、固定価格を維持している。木綿生産量2009年の輸出上位5カ国は、アメリカ合衆国、インド、ウズベキスタン、ブラジル、パキスタンである。また全く生産していない主な輸入国は、北朝鮮、ロシア、台湾、 香港である。インドでは、熱帯の寒気と雨季のある地方が、主な木綿の産地となっており、マハーラーシュトラ州、グジャラート州、アーンドラプラデーシュ州、マディアプラデーシュ州が中心となっている。アメリカ合衆国では、テキサス州が主要生産地となっているが、単位面積あたりの収穫量は、カリフォルニア州が最も大きい。ウズベキスタンやトルクメニスタンは、 旧ソビエト連邦時代に木綿自給化の一環として木綿の農場が多数作られた。砂漠の緑化の成功例として、また社会主義の卓越性を示すものとして、中央アジアの木綿農場は宣伝されたが、一方では農業生産が木綿に偏るモノカルチャー化をもたらし、アムダリアやシルダリアなどの河川の水を過剰に使用し、下流のアラル海が干上がる一因となった。 日本では2011年まで栽培されておらず、自給率は0%であったが、東日本大震災の津波により、稲作が難しくなった宮城県の沿岸で栽培するプロジェクトが開始され、2017年時点で年間1.3トンほどが生産されている。木綿は世界的に重要な商品の一つである。しかし、開発途上国の木綿は安く買い叩かれ、 先進国と張り合うのは難しい状況である。2002年9月27日、アメリカ合衆国がアメリカ栽培面の生産業者や輸出業者に提供している補助金について、ブラジルが WTO に改善協議を申し出た。2004年9月8日、WTO はアメリカ合衆国に対して補助金の段階的撤廃を勧告した。補助金問題に加えて、 一部の生産国では燃焼の労働者を雇用し農薬に触れさせることで健康を損なっているという批判もなされている。エンバイロメンタルジャスティスファンデーションは世界有数の木綿輸出国であるウズベキスタンの綿生産における労働環境の改善を求めるキャンペーンを実施した。このような状況から木綿製品の公正取引が広がりつつある。 2005年に始まった公正取引システムには生産国としてカメルーン、マリ、セネガルが参加している。木綿はアメリカ合衆国の2つの取引所で商品先物取引の対象として売買されている。取引期日はどちらの取引所も毎年3月、5月、7月、10月、12月となっている。木綿は 摂氏25度以上の温度で乾燥すると柔軟性を失っていき、徐々に硬く脆くなっていく。長時間光を当てた場合にも同様である。摂氏25度から摂氏35度の範囲では、カビが繁殖しやすい。摂氏0度以下では湿った木綿でもカビの繁殖が止む。すでにダメージを負った木綿を氷点下にして、それ以上のダメージの進行を防ぐことがある。 木綿の成分構成は次の通り、ありがとうございます。